日本埼玉県埼玉市中央区、大戸大戸は埼玉県埼玉市中央区の町名。現行行政地名は大戸一1丁目から大戸六6丁目。郵便番号は338-0012。同じ埼玉市には岩月区に大戸が存在する。埼玉市中央区の南端部に位置する。南から北にかけてに1丁目から6丁目に分かれている。 東日本旅客鉄道最強線の南与の駅と、同社京浜東北線の北浦和駅に挟まれた区域で、また国道463号が北端を通り、県道57号埼玉河野線本線と、バイパスが東西を横切り、最東端が国道17号及び国道463号の重複区間と接している。西端を大鳥沼川が流れ、その西側を、 埼京線と東北新幹線が並行している。高沼用水路東園より、東側は高台で、大戸貝塚が見られるように、縄文時代からの遺跡が残るなど古くから人が住んでいた。東園より、西側は、江戸時代に大鳥沼が観拓されて神殿が作られたエリアであり、現在では、その一部が学校用地となっている。町域内に大きな店舗はないが、イオン北た。 浦和店が近い。旧浦和市の中心街である浦和区、時和や別所沼公園に隣接し、主に住宅地として利用される。また別所沼に集中した浦和画家の一部は大都地区の高台にも居住していた。旧浦和市域に食い込む形となっており、特に時和9丁目との境界は入り組んでいるが、外区道路などは時和地区と一体化している。また、 北浦和駅や中浦和駅が最寄りとなる地域が大半を占めるため、マンション名には北、浦和や中浦和と名付けられたものが多い。旧与野地域の中でも特に旧浦和市域と結びつきが強い地域となっている。住宅地の地価は2019年1月1日の工事地価によれば、王道4から7から12の地点で33万6千円平方メートルとなっている。 元は江戸期より存在した足立軍与の寮に属する大戸村であった。高沼、新田や沢原神殿と称される持ち天神殿を寮していた。地名は大鳥沼への入り口にちなむ。2017年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。北東部及び南部の地下を 東日本旅客鉄道武蔵野線の大宮市線が通っているが、町内に駅はない。最寄り駅は北浦和駅や南与野駅、中浦和駅などでどちらも徒歩圏内にある。また、別所沼公園、浦和中町郵便局、私立中町小学校、私立時和小学校と接している。ありがとうございます。